軍はマルシェまでは守ってくれなさそう。俺たち商人から稼ぎを奪うって本当か？フィリップのやつはどうしたの？一緒に町を守って。君だけが頼る。クライブ、少しいいかしら？どうした？青く光る魔物の出現に備えてフィリップたちが周辺を警備してるんだけど、夜の帳や町の住民に協力してもらっても人手が足らなくてね。でも今の町の状況では兵士たちを頼れないでしょ。そこであなたの力を借りたくて、ノースリーチの警備を手伝ってくれないかしら？ああ、いいだろう。ありがとう、助かるわ。クライブがいてくれてよかった。警備のことは？マダム・イサベルはいらっしゃる？私がイサベルよ。お嬢さん、あなたは？サビーナと申します。町を騒がせている賢人の娘の方が伝わるかしら。今日はあなたにお願いがあってきました。オリフレム校の娘さんが私に？クライブ、さっきの話は？後でいい。続けてくれ。サビーヌさん、詳しく聞かせてもらえるかしら？私は父の民をないがしろにする横暴なやり方にずっと反対しています。マダム・イサベル、あなたも父と話し合いを続けていると聞きました。ですがたやすく意志を曲げる方ではありません。一人で立ち向かっても無駄なのです。それじゃあお願いというのは？ええ、私に協力していただきたくて。私たちが力を合わせればこの町から父を追放することもできるはず。穏やかじゃないわね。父の考えは国あってこその民というもの。国のためなら民は犠牲になっても構わないと。このままでは皆さんの財産は徴収され、ザンブレクを再建するのに使われるでしょう。そのような横暴はあってはならない。父は間違っていると思いませんか？昔からそうでした。民だけではなく私のことだってあなたも不満に思っているのでしょ。今こそ徹底的に抗う時なのです。ダメよ。抗うだけだと争いにつながる。私たちがやらなければならないのは、手を取り合ってこの町の危機を乗り切ること。時間がかかっても説得しましょう。わかりました。マダム・イサベル、あなたのことはもう頼りにできません。私は私で動くことにしますから。それでは失礼します。面倒なことになったな。あんな態度で迫ってもオリフレム校の反感を買うだけでしょうに。それに彼女、何よりも父親への反抗心が見えるもの。まるでただの親子喧嘩。確かに。ごめんなさい、話の途中だったわね。周辺の警備のことはフィリップが取りまとめているわ。マルシェにいると思うから彼に話を聞いてみてもらえるかしら？わかった。よろしく、クライブ。一緒に町を守って。君だけが頼る。フィリップのやつはどうしたんだ？この町で好き勝手されたら皆さんに力を。だからお願いです。父を追放するために力を貸していただけませんか？
落ち着いてくれ、お嬢さん。今はそれどころじゃないんだ。危険な魔物が町を襲うかもしれない。なんとかしなきゃいけないんだよ。なんとかすべきなのは父の方でしょう。もう結構です。他の方を当たりますから。それでは失礼します。彼女に捕まってたのか。ああ、人の話を聞こうともしない。あれじゃオリフレムコーと一緒だぜ。さっきイサベルのところにも来ていてな。父親と喧嘩をしたくて仕方ないようだ。マダムにも迷惑を。そんな場合じゃないってのに。それでクライブ、何か用か。イサベルから警備を手伝うよう頼まれた。そいつはありがたい。人手が足りなくて困ってたんだよ。それにちょうど例の魔物を目撃したと知らせが入ってきたところでな。奴らが現れたのか。それも何箇所かで一度にだ。クライブ、早速で悪いが、そのうちの一つを見に行ってほしい。いいだろう。どこに行けば。グエリゴールの涙の湖畔だ。よし、すぐに向かう。ありがとう、クライブ。俺は別の場所を見てくる。また後でな。倒したか。おい、クライブ、そっちはどうだった。お前から聞いた通りだ。ひとまず片付けておいた。そうか、助かったよ。しかし以前はオリフレム方面だけで、この辺りでは目撃されてなかったんだが、奴らが増えてきたってことなら、また向こうに現れてるかもしれない。確認した方がいいだろう。そうだな。今から見てくる。クライブ、あんたは町に戻ってくれ。少し厄介なことになりそうなんだ。何かあったのか。オリフレム校の娘さんが住民たちをけしかけてな。みんなも乗せられちまって睨み合いになっちまってる。まったくこんな時に。分かった、行ってみよう。フィリップ、お前も気をつけろ。ああ、状況を確認したら俺も町に戻るよ。それじゃな。それは違います。ノースリーチの人々を追い出すなんてとても許されることでは。聞きなさい、サビーヌ。民とは国あってのものだ。ん？国という剣と鎧があってこそ
人々は安心した暮らしを享受できる。その国が失われた。剣なくしてどう戦う？鎧なくしてその身をどう守る？我が身一つで生きていくことができるのか？だがまだわしがいる。兵もいる。町もある。ザンブレクはよみがえるよ。唯一神グエリゴールもきっとそれを見守ってくださろう。おっしゃることはわかります。だからこそこの今、国というこだわりを考え直すべきでしょう。二人ともいい加減にしてちょうだい。親子喧嘩ならよそでやって。今この町は青く光る魔物の脅威にさらされてる。みんなで力を合わせて立ち向かわなくてはならないの。祭りごとに口を出すな。サービーヌを垂らし込んだのも貴様か。娘をどうするつもりだ。どうもしない。お嬢さんはあなたと話したいだけ。自分の娘の言葉ぐらい聞きなさいな。あなたも父親への反抗でこんなことをしているならやめなさい。ノースリーチを巻き込まないで。ツインサイドの知れ者カルラ、貴様の調べはついている。ベアラーと駆け落ちまでしたイカれた女め。まさか。やきもちかしら。彼と愛し合うことができて本当に幸せだったわ。クライブ、オリフレム方面はやはり魔物だらけだ。しかも相当だぜ。兵の再編もまだ終わっておらんのに。一旦ノルバーントレデまで引いて体勢を整える。何をしておる。早くせぬか。戦う時が来たわよ、みんな。このノースリーチの町を、家族を、友人を、愛する人を守りましょう。さあ、手を取り合って。やるぞ。おい、お前ら、マダムを待たせるな。以前決めた配置だ。町を守るぞ。ほら急げ。そんな、なぜあの女に。俺たちはみんな夜の女王を愛してるのさ。みんなに指示を出してきた。戦える者たちで手分けして町を防衛。奴らが現れたら各個撃破に出る。ありがとう、フィリップ。残りの住民には後方支援に当たってもらいましょう。怪我人が出たらすぐにここへ運ぶように。わかった、伝えておく。俺も力を貸す。あの魔物の勢力がどれほどなのかわからない。少しでも戦力があった方がいいだろう。フィリップ、壁の外側を警戒してくれ。湖畔に現れた以上あちらからも来るぞ。よし、腕利きの奴らを集めて警備隊を編成する。だがあんたは。俺は直接オリフレム方面に打って出よう。奴らとは戦い慣れてるからな。できるだけ数を減らしておく。頼もしいが無茶はするなよ、クライブ。二人とも気をつけてね。大丈夫だ、マダム。この町は必ず守るさ。ああ、俺たちに任せろ。みんな落ち着いて。ここにある武器をみんなに配るんだ。
かなりの数だ。全て始末するぞ。エモック、消えだ。氷を、今度こそ終わりか。この辺りの魔物は全て倒したようだ。町の様子が気になる。すぐに戻ろう。クライブ、無事だったか。ああ、大丈夫だ。オリフレム方面の魔物は片付けた。フィリップ、そっちは。ああ、怪我人は出ちまったが、壁の外側に現れた奴らはなんとか倒したぜ。まずは一段落か。よかった。これで少しは落ち着くといいのだけれど。二人とも本当にありがとう。手を取り合うか。私はこれまで民の上から国を見てきた。町を作り、法を作り、民を導いてきたつもりだった。いや、違うな。民は私が導くべきものだと思い込んでいた。そうしなければ民は決してまとまらないと。それがどうだ。こうして民が手を取り合う姿を間近で見ることになるとは。国などなくとも民は一つになれるではないか。あなたも町を守ろうとしたことに変わりはない。ただ国という存在にとらわれすぎて、私たちのことが見えてなかっただけ。その通りだ、サビーヌ。お前が正しかったな。お前の言う通り、第一に考えるべきは民だったのだ。
すまなかった。いえ、私も間違っていました。お父様にとてもひどいことを。私は民のことを思ってお父様に意見しているつもりでした。でもただ自分の話を聞いてほしかっただけなのかもしれません。お前の思いに偽りはない。私がきちんと向き合っていれば。二人ともこの国への思いは同じなのよ。それは私やこの町の住民もそう。思いが同じなら進む道も同じにできるはず。だからこれからはみんなで手を取り合って助け合っていきましょう。ああ、そうするとも。ありがとう、オリフレム公。さて、怪我人をこのままにもしておけないわね。夜の帳で受け入れの支度をしないと。みんな、お先に失礼するわ。マダム・イサベル、強い方だ。この苦難の時代、民を導くのはまさに彼女のようなものなのだろう。ええ、私もあの方のようにみんなで手を取り合おうとしていれば。まだまだこれからだぜ、お嬢さん。マダムに言われただろう。これからみんなで助け合っていけばいい。あんたたちはもうこの町の住民なんだ。一緒にノースリーチを守っていこうぜ。フィリップ様。そうだな。私も心を改め、民と共に歩んでいこう。もう大丈夫だな。イサベルの様子を見に行ってみるか。大丈夫かい？なんとか町を守れたぜ。重傷の人は夜の帳に運び終えたわ。イサベル、怪我人の受け入れは進んでるか？何か手伝えることがあったら言ってくれ。ありがとう、クライブ。もう大丈夫。そうか。あなたには何度も助けられたわね。あんたは町の分裂を恐れていたな。この町をそこまで思うのは何か理由が？長い話になるわよ。構わないさ、聞かせてくれるか。私は昔クリスタル自治領にいたの。あの頃の私は自治領でも名が知れててね、ひいきにしてくれる客も多かったわ。でもそんな日々にも終わりが訪れた。恋をしたのよ。それもベアラーの青年に。人とベアラー、許されない恋だった。私たちの関係が知られた時、彼はひどい罰を受けたわ。だから一緒に逃げ出した。行くあてなんてなかったけど、さまよい続けて死を覚悟した時、この町にたどり着いたの。夜の帳ではみんな優しく接してくれた。いつも温かい寝床と食事を与えてくれた。そして何より、愛する彼を見取る時間も。ここで亡くなったのか？ええ、体の石化でね。でも最後は二人で穏やかに過ごしたかった。ここの人たちはそれを叶えてくれたわ。それに彼が亡くなった後、私が何もできなくなっても支え続けてくれた。たくさん迷惑をかけたのに、困った時はお互い様だって。みんな笑顔でね。夜の帳で一番大切なのは
手を取り合うことだって。だから私も同じようにしたいの、ノースリーチのみんなと。それが夜の帳への恩返しだと思うから。ありがとう、イサベル。話してくれて。やっぱりあなたと彼はよく似てるわ。あなたは彼のような人のために戦い続けている。それはあなたにしかできないことよ。ありがとう、クライブ。今回のことでノースリーチは本当の意味で一つになれるかもしれない。住民も兵士もオリフレム校もお嬢さんも、これからみんなで手を取り合って町を守り続けていく。だからあなたも見守っていてね。ああ、必ず。